クマいたかもしれない。クマ、うん、かわいかった。皆さんも一緒にアイスクリーム、ユースクリーム、ヨースクリーム、白亀今日は白神山地1235メートルまで登ります。今年の5月に登ろうとしたんだけど、あまり時間がなくて途中から戻ってきて、今日は山頂を目指して白神山地の上から岩木さんと箱田さんを見たいです。ここの道が誰か作ったみたいだね。風がない。箱田さんより低い山なのに、シャドウがあって、木がいっぱいあって、湿度が高くて、暑い。こんなに汗かいてるのに、まだ1キロしか歩いてない。頂上まで 5.5 キロ。あのユネスコの白神山地に登ります。この近くに青池、それから素敵な滝、安門滝もあります。安門滝は行きました。今年は一つ目の滝までしか行けないです。けど美しい。ヘルメットかぶって、最初は川の横を歩いて、一番最初の滝までの道は簡単に行けます。白神山地には、熊、カモシカ、それから猿がいる。いや、僕じゃないですよ。それから78個種類の鳥があります。来る途中にウィキペディアでちゃんと読んだので、詳しいですよ。何でも聞いて。ウィキペディアにね。あ、たまに寄付もしてあげてください。きっとみんな喜びますよ。二股に着いたら、左、こっちですよ。こっちも行けるんだけど、ちょっと険しいね。ここから、左、そして、ドゥ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 、そして、山頂まで行きます。前回ここを来て、多分ここら辺で戻りました。今日は、ずっと上まで行きましょう。水。ウォーターがあるのが大事だね。山頂まで 5.1 花引っ張るな。ブナブナかな。ブナブナ。そう、日本で世界で最後に残ってるバージンのブナの木があります。白神山地のハートにあるそうです。そこは誰でも行けないけど、申し込めれば行けるみたいです。いつか行ってみたいな。水がある。前回も水取ったところあったんだけど、確かに川に近いぐらいの水の量がありました。そして下りと上りは激しかったな。こっちの方が歩きやすい。二股で左に行くと、そうだ、思い出した。前回登った時は猿の群れにあって、お母さんお父さんそして子供たちもいて、一生懸命葉っぱ探して食べてたんだね。その猿たちが食べてるところを見て遅くなったのかな。猿かわいいんだもん。水飲みたかったらここにあります。飲みたくない？大丈夫ですよ。自然の水、皆さんが飲める水はここから来てます。あれれれ、これもしかしてこのまま雲の中に入るんじゃないかな。あまりにも真っ白だから。ってこと、頂上には風がなくて雲もなくなって、素敵な雲海の撮影できるんじゃないかな。残り 4.5 ゴー。あ、猿の遊び場発見。あの木、絶対の木に登って、トゥク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 、ピー、違うかな。それが僕だけやりたいのかな。この葉っぱが浮いてると思ったら、よくよく見たら、この人がいました。こんにちは。警戒してるね。どうも、こんにちは。今週は、
今年の健康診断を受けました。その発表はお腹の周りに4センチが増えました。ってことは今日の運動は良い、体にいい運動。それから身長は伸びてません。同じ181です。スタート時点、今ここ二股で左に行って頂上まであと半分。ここまで来たら目の前にいい登りが見えてきました。冬の間ここ絶対なだれるね。ガーッ、違うか、僕の想像だけ。ブナ松ってことは、おはようございます、松さん。これ松だよね。とにかくかっこいい。帰る、行こう。My new necktie. What do you think? Is it good? かゆっ。白神山地を進むと、ここに最後の水場があります。ここで水を汲まなければ、あと水はないない。皆さん、こうやって飲まないで、自分の入れ物で飲んでね。残り 3.9 キロ。あともう少し。行こう。今日は白神山地の登山口スタートして、又山の方に向かって、二股のコースじゃなくてね。又山行ったら、次は12個の分岐で右、そして白神山地の頂上に着きます。この又山コースでここが一番きついかな。今日はずっとこうやって霧の中歩くのかな。風がなくてちょっと涼しいけど、険しいのでやっぱり暑い。ここは誰かさんの家。二股コースはきついのはしてたけど、又山コースに入ったら、まあ、いくらか優しいでしょうと思ってきたんだけど、左側の二股もきつい、ここ。はあ、景色いい。うん。とにかく暑い。そして霧かかってる。まあ、あともう少しでしょう。あんなに歩いたのに、あと 3.5 キロ。ここは、険しいよ。この間来た時は晴れてたんだけど、もしかして今日は頂上に近づくとまさかの天気になるんじゃないかな。霧の中にまっすぐとそびえ立つ木。何の木？この木。一緒においで。どういうこと？この天気。昨日も準備してた時に天気予報見たら同じように書いてました。晴れ、30度ですが、やっぱり山はかっこいい。大丈夫。頂上晴れるから。こんなに登ったのに、残り3キロもある。けど、わかりますよ。長いのはわかる。例えば、前回は酸ヶ湯から八甲田の大岳まで登って、酸ヶ湯のスタート時点は800メートルぐらい。そして大岳の頂上は1540メートル。けど、こっちのスタートは150メートルぐらい。頂上は1235なので、1100メートルぐらい登るんだね。前回の八甲田さんは、1500-800 は、霧が700メートルぐらい。霧が濃い。けど、ここの空気が美味しくなってきた。又山山頂を越えて霧は続きます。やっぱり白神はかっこいいままでいたいんだね。あ、ちなみにここ800メートルぐらい。残り1235メートルまで、尻何メートルだっけ？
鳥の鳴き声を聞きながら、なんと頂上までちょっと下ります。そしてすぐ登り、あっちにあるから大丈夫ね。キリは負けないね。おお、歩いて、いっぱい歩いて、まだ 2.5 キロある。どんだけー。おお、残り 2.3 キロ。かっこいいね、白神。ここであの曲聴いてもおかしくないんだね。ダン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 ダランダン、白神にもいで。湿度が高くてサングラスまで曇ってきたけど、進むとこんな素晴らしい景色を見ると忘れる。見てください、こういうトンネルがある。ディズニーランドはここの真似をしてたんだね。なるほどね。進むとどんどん霧が濃くなります。もしかして白神山地にまた来ないとダメじゃないかな。じゃあ皆さんとゲームやります。ついこの間日本のしりとりを覚えました。覚えたっていうよりは練習しました。そのしりとり1枚目は、隣の客がよく書く客だ。皆さんもどうぞ。おー、いいんじゃない。次行きますよ。次は東京都局局局局局局。なんか霧が濃いねここ。皆さんもどうぞ。そして3番目、赤巻紙、青巻紙、木巻紙。皆さんもどうぞ。すごい、さすが皆さん。次は皆さんも一緒に、アイスクリーム、ユースクリーム、ヨースクリーム、白神。皆さんもどうぞ。白神、ユウ。皆さんあともう少し。びっくりした。こんにちは。なんか声が大きかった。霧が多くて、霧が多いね。何しようかと思って。ちょっとさっきね、はい、熊いたかもしれない。熊？うん。可愛かった？見れなかった。あ、見なかった。通り過ぎてね、通り過ぎたらば後ろでガサガサガサってかなり大きな音。あ、そうですか。うん。姿は見えなかったけど。僕じゃなかった。違うね。かもしれない。そっか。ああ。でも霧が出てきちゃった。上は？上、僕がいた時は良かった。だけど。降り始めたら上も霧になっちゃってる。でも今日は天気いいはずだからまた晴れるでしょ。あ、いいお知らせありがとうございます。うん、多分大丈夫と今はちょっとダメだけどね。そっか。ありがとうございます。気をつけて。はい、こちらの。熊のお知らせと同時に長女が晴れるとのお知らせでした。ちょうど良いバランスのニュースですね。よし、登ろう。白神山地に熊あるのはおかしくない話なので、そういう時は口笛の練習します。いきますよ、せーの。失敗。かっこいい口笛できない。うちのお父さんは半端ない口笛で出すね。あともう少し。まだもう少し。あともう少し。ありがとうございます。はい。クマいましたか？クマだ、いなかったです。いなかった。はい、よかったです。気をつけて。気をつけて。 1.5 キロ、まあ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 、あともう少しじゃない。晴れてるか霧かかってるか、まだ頂上は楽しみですね。いい匂い。もしかして頂上は晴れるんじゃないかな。ほら、これこれ、この木漏れ日が止まらない。おお、綺麗。嘘みたい。おお、晴れた。これは頂上は晴れてるんだね。頂上は近くにある。奥に海が見える。多分深浦はそこ。ここはこれからの楽しみにしてください。頂上まで、あとワンツか。やっぱりこっちもトンボ多い。トンボトンボ。目の前に何か見える。それは、この看板。0.7 キロ。あ、奥に見えるのは、
そこは八甲田山じゃないかな。八甲田山を見ながら違う山登る。気持ちいい。やっぱり晴れた。さすが白神。かっこいい。うぅ。頂上まで、あともう少し。八甲田山。その後ろに何か隠れてる。後で見せますね。ちょっと待って。この綺麗な青い花があちこちあります。名前わからないんだけど、誰か知ってたら教えてください。あちこちあります。綺麗。ここから見るとちょっと想像できますね。今来た道は待て山、そっち。で、降りるときは頂上から今度そっちの方から二股に降ります。で、また上がる。そして、あの、雲の中に車があります。なんと、車が雲にある。どういうこと？真鍮がそんなに大きくないから、向こう、見えない。181でも、ちょっと足りないみたいですね。大丈夫。もうちょっと進めば見える。ごめんなさい、ありがとう。おはようございます。8人、9人です。すごい。急いでる方たちのために、かわいい小屋があります。外でも昼ご飯食べれます。この中で寝る方たちもいますね。誰かいるかな？こんにちは。おお、いい匂いしますね。頂上はもうちょっと行ったところかな。白神山地までの登りは長い。そんなに厳しくないけど、長い。こんにちは。あ、こんにちは。あ、着いた。白神山地。奥に見えるのは、超海山でした。そして八幡平、森吉。そして、奥に大好きな八甲田と岩木さん。着いた。昼食べよう。もう1時です。昼食べたらゆっくり戻ろう。もうここはゆっくり寝れますね。階段があって1階、2階、3階寝袋、そして窓を開けるとこんな景色がある。それ僕のじゃない？白神山地でした。次は下にある青池まで行きましょう。
ょっと遅かった。まあ皆さんは来るときは早い時間から来てください。素敵な青池が見れます。アイスクリーム、ユースクリーム、ヨースクリームフォーアイス、違うし。白亀ー、どんだけー。